ケインとアベルは、ジェフリー・アーチャーが1979年に発表した小説。イギリスでテレビドラマ化され、日本でも放送された。署名は、旧約聖書、創世紀に登場する、兄弟創国の物語、カインとアベルは聖であるが、英語読みの音が同じにちなんで付けられている。20世紀の現代史を背景に、老いたちの異なる二人の主人公を、 双方の視点から交互に描き、やがて二人の運命が交錯するストーリー。アーチャーは、サクセスストーリーを描く長編、国際的な陰謀を描くサスペンス劇、短編集といった順で著作を発表しているが、以後も、長編作品においてはこのスタイルが取られている。本書の続編として、主人公、アベル・ロスノフスキーの娘、フロレンティナを、主人公に、 彼女がアメリカ大統領の座を目指す長編、ロスノフスキ家の娘があり、フロレンティナの幼少時から描かれる前半部は、ケインとアベルの物語を別視点からなぞる構成になっている。1906年4月16日、遠く離れたポーランドとアメリカ合衆国に二人の男の子が誕生した。ポーランドに生まれたブアデグは貧しい罠漁師に拾われ、実の子同然に育てられた。 学校で優秀な成績を収めた彼はやがてロスノフスキ男爵の子息レオンの学友として男爵の城で教育を受けるようになった。アメリカに生まれたウィリアムは銀行家の父を持ち生まれ落ちた時から上流私立校への入学を予約するような上流階層の御像師であった。生誕地も境遇も全く異なる二人であったが不思議な因果で接点を持つようになる。 ポーランドに生まれたブアデグは、第一次世界大戦とそれに引き続いて起こった、ポーランドソ連戦争により、ジップロスノフスキ男爵と親友のレオン、義士、フロレンティガを失う。彼自身も、ソ連の強制収容所に連行されるが、命からがら脱出に成功。大西洋を越えて、アメリカ移民となる。渡米後、ホテルチェーン経営者の目に留まり、彼の下で頭角を表した。 グアデグは、ジップの形見の腕輪に刻まれた、アベル・ロスノフスキ男爵を自ら名乗った。アメリカ・ボストンの銀行家の息子であるウィリアム・ケインは、タイタニック号事故による父親の死など、家庭の不幸に見舞われつつも才覚を発揮し、アメリカでも有数の銀行の頭取りになる。両者に関わりのある九段のホテル経営者が、大恐慌で銀行からの融資を打ち切られたことを苦に、自殺する。 また、ホテルを引き継いだ、アベル自身もやはりケインに有志を断られたことを機に、アベルはケインに対して復讐を決意する。ホテル事業を立て直し力を持つようになると、苛烈な報復を次々に実行し始める。やがてケインも、自分の行く手をことごとく阻むアベルを、不具体点の敵と認識するに至る。さらに、アベルの娘とケインの息子が偶然出会い恋愛、駆け落ちしてしまったため、 二人の対立は深まっていく。最終的には、ケインに、経済的破滅都市が訪れるまで、この対立は解消しなかった。二人の因果のすべてが判明した結末には、大きなどんでん返しが仕掛けられている。ウィリアム・ケイン、ボストンの名門ケイン家の一人息子、リチャード、ウィリアムの父。ケインキャボット銀行頭取、アン、ウィリアムの母マッケンジー医師、三回、アランロイド、 銀行家、ウィリアムの貢献人、ミリー・プレストン、アンの親友。ウィリアムの貢献人、ヘンリー・オズボーン、アンの二度目の夫、マシュー・レスター、ウィリアムの生涯の友、トーマス・コーエン、法律事務所の弁護士、トニー・シモンズ、ウィリアムの上司系と、美しい未亡人ブワデク、ポーランド生まれの私生児や子を、ブワデクの養父。貧しい漁師、ヘレナ、ブワデクの養母ホロレンティナ、 ヤシオとヘレナの娘ロスノフスキー男爵、領主。銀の腕輪の持ち主レオン、男爵の息子。ブワデクの親友イエジ、ノバク、移民船で知り合ったブワデクの生涯の友ザフィア、同じ移民船のポーランド娘、デイビス・リロイ、リッチモンドホテルグループの総支配人、メラニー、リロイの娘デズモンド・ペーシー、シカゴ・リッチモンド支配人、大統領に知らせますかは、 発表当初は大統領をエドワード・ケネディとしていたが、1987年の審判ではアベルの娘、フロレンティナを大統領とした作品に書き換えられた。カッコ内は日本語吹き替え、ありがとうございます。